ここからは森永康平さんでございます。森永さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ま,すまずはこちらからお伝えをしていきましょう。さあ一人当たり4万円の定額減税がまもなく始まります。生活への影響は。 いよいよ6月から始まります定額減税なんですが対象となるのは給与所得者の場合年収2000万円以下で所得税と住民税を納めている人と扶養家族住民税1万円所得税3万円の計4万円が減税されることになりますまた政府は企業などに対して給与明細に所得税の減税額を明記するよう義務付ける方針を決定しました手取り額が増えたことを実感してもらうことが狙いということなんです これも反発を呼んでいるということなんですが、はい、さあ森永さん、いよいよ6月にということなんですけれども改めてこの定額減税、どんなふうに捉えていらっしゃるでしょうかそうかそですね全く意味がないとはもちろん言う気はないんですけれどもやっぱりタイミングとして昨年の時点でできること、うんね、あったんじゃないのかなっていうのがまあ一つあるのとですね、うん、まあ今の日本の消費の状態がどれぐらい悪いかっていうのを、うん、そう政権側が ちゃんと理解してるのかなっていうところに少し、うん、まあ疑問がありまして、はい、まあ先日ですね日本の GDP 国内総生産が発表されたわけですけれども内訳を見るとその個人消費ですね日本の GDP でいうと6割弱を占める非常に大事な項目が4四半期連続でマイナスだったと、うん、でつまり1年間ずっとマイナスですよとことなんですけども <laughs>、はい でじゃあ、それっていつ以来なんだろうかっていうのを見ていくとです、ね、で、はい、これ、リーマン・ショックがあった時まで遡るんですよ、だから、まあ、要は15年ぶりだってことなんですけども、リーマン・ショックって、まあ、そのサブプライムローンっていうのは直接、日本自体が関係してたわけではないですが、うんうん、とはいえ、世界的な金融危機が起きたわけですよね。うんうん で果たしてじゃあ今っていうのは世界的な金融危機が起きてるんだろうかっていうと起きてないわけですよ。むしろコロナが落ち着いてみんなが外に出るから消費が増えるって多くの専門家言ってたわけで。はいでうん、アメリカケースは、ね、好調ですもんね、うん、にもかかわらずリーマンショック以来の消費の落ち込みが今生じているっていうデータが出ていますから、はい、ちょっとやそっとのこう景気対策やった程度じゃ この消費っていうのはそう簡単には戻せないっていうのはデータ見りゃ別に誰でもわかる話なんですよね。それをやっぱりこの1回限りの所得減税でかつその別にやろうと思えば去年できたものをこ、ね、こ,こまで引っ張ったっていうところに、まあ、やはりその何もしなくていいとはさすがに思ってないから動いたんでしょうけれどもとはいえその実態がどれぐらいひどいのかっていうところの認識がやっぱり甘すぎたっていうこと。うん うん、感じますよねあの昨日高橋先生のお話を伺ったら、高橋さんね、うん、去年の段階でおっしゃるように、できたはずなのに、うん、なぜやらなかったんだと、うん、時間がないうんぬこって、今度2、3月もありゃ十分できる話だし、うん、で森高さん、それで言うと、その政府はその現状はど、なぜこの6月っていうところに引っ張ったのかっていうところが、改めてこの気になるところなんですけど、何だったんでしょうかね、今さらですけれども。うん うん、まあ、その、もちろんこれはもう憶測の息は出ないんですけども、まあ一つの説としてあるのは、もともと6月ぐらいに選挙をやりたかったっていうのは、あまあ可能性としてありますよね。まあもちろんその、 そううだとは言わないでしょうしうそこは想像する限りでっていうことなんですがただやっぱり先ほどの紹介した GDP のデータなんていうのは別に正直な話、うん、発表される前に大体こうなるだろうなぐらいのことは普通にわかるわけですよねん、うん。ってことはやっぱり出てからこんな消費悪いんだって。 驚くのは、それ別に素人の話であって <laughs>、ね、まあ政府であれば、もう出る前からこうなるってわかるわけですからかすん、ね。うん だいたいその本気度を感じないというか、うんなんか結局選挙対策って思われても仕方ないですし、だからまかり、ねうん、そうだということであれば、どっち見て仕事してんのっていうことになっちゃいます,、ねうん、ますよね。だからね、今回その給与明細に所得税の減税額をね、うん、えちゃんと書くようにと、はい、えね、あのこれによって。 眼鏡というあだ名までついたんですけどつけた人も上手やな思いながら僕見てたんですけど、うん、ただこれで事務方の負担もね結構増えてたりとか、うんね、で実際僕らも見てないか分かんないんですけどこう明記されてるのを見たらお増えたかなってやっぱり実感はあるんですかね,すかねまだ来てないんで何ともなんですけど。まずその私も10年ぐらい会社員やってましたけど。はい 給与明細ってそんなみんな見るかっちゅう話がまずいっぱいあるんですよ、ねうん <laughs> はい、そうなんですよ。そうなんです、ね、向川さんが見ないのはちょっとまた違いますけども、ね。いやでも森永さんと一緒です。はいうん、そんなじっくり見ませんよね。ですし、うん、まああとはその実務的な話をすれば、うん、やっぱり高々一回だけのために項目を作って、はいうん、そうなんですよ。っていうのはやっぱ非常に 単純に面倒くさいってですたり、とにかく政府の政策を考えるところっていうのは、本当に実務というか、現場を知らないなって思うのが、ですね例えばインボイス制度の導入もそうだし、今回のこの1回限りのやつのためにちゃんと枠設けてやれっていうのもそうなんですけど、面倒くさいんですよ、シンプルに。そうで、誰がじゃあそれで得すんのって話をすると。 まあ、例えばそれに対応する会計ソフトを作ってる人たちが「うん、なんか新しい対応版作ったんで買ってください」とかね。あ,あそうですね、まあうん、まあ要はそ,そういう業者とかも分かるかもしれないけど<ー>普通の人からすると、うん、もういい迷惑そうですよこれねそれで言うとあのじゃあ給与明細に、はいえー、書いてもらうようにしようって言った時に「そこまでせんでええんちゃいまっか」って誰か言わんかったんですかね, <laughs> かねと思うんですけどね。うん うんだからそれこそやっぱり実務を知らないっていうところはあるのかもしれないですね。うん、それはでですね <laughs> みんなでねでみんなで実感してもらいましょやおっしゃる通りそれだったとしたら現場知らないだろうなって思い、うん、これが来年も来るんだったらね毎年来るんだったらノートろイろ考えもあるんでしょうかけれどもこれらに森永さんあの 前日、森永さんもご出演されたそうなんですけれども、うん、フジテレビの番組で、あ森永さん出てらっしゃい、ね、ごめんなさい、木原幹事長がです、ね、定額減税で、うんえー、必要に応じて来年も実施することを検討する考えを明らかにしたということなんですけれども、うん、このあたりっていうのは、あるんでしょうかね。うん、まあ、もちろん、このまま景気が全然戻らないということであれば、その景気刺激策の一環として、うん まあもう一回やりますよっていうことはオプションにはなると思うんですよ。ただこれも本当によく分かってないなと思うのが、うん、そのやるかもしれませんっていうのが一番困るんですよね。うん、ああ、うんうん、要はそれ現現場で実務やってる方からすれば、決定するまでは今年のこれまた維持しなきゃいけないのかなって分かんないまんま中ぶらりーになりますし。うんうん かといってじゃあ消費者がそれを受けて消費するのかっていうとうやるかもしれませんって言, <laughs> あ言,言われてて、はいうん、そ例えばそれをもしやる前提で動いちゃって、うん、やっぱやんないって言われたら従来使わないはずの金使っちゃったよみたいなことも起こるわけで,、はい、でやるならやるって言わないとかなり前もってですね、うん、経済効果なんか出ようがないわけですよ。 これも流れの中で、ね、あのどういう流れで来たかっていうところによってやりますかって言ったら、うん、まあ当然可能性はあるみたいな言い方になったのかっていうのがあるんでしょうけれども、うん、あとあの、木原さんが消費税減税に関して言うと値札を付け替えなければならないなど手間もかかるし効果が出るまでタイムラグがあるので難しいということがあったそうなんですけど、うん、<laughs> このあたりのコメントに対しては森永さん、どうでしょうね。 やはりですね、もうなんか、全部がおかしいですよ。例えば、その消費減税は値札をつけ替えなければならないから手間がかかるっていうのは、逆に言うとさっきの実務目線で言ったら、確かにそれは正しいんですよ。正しいんだけれども、本当にずるいなと思うのが、うん、だったら増税の時も言えよって話なんですね。ああ、そうですね。ああ、えー、それはそうですね。増税の時はそういうこと一切言わないくせに、はい、減税しろって迫られると、 なんかね札がーとかって言い出して <laughs> し <laughs> 結局そういう意味で言うと彼らって実も知らないっちゅうよりは実務も,もう分かってるんだけど。うん 都合がいい時だけいや実務が現場が混乱するんでとかって言って、うん、まあ自分たちがやりたくないことに関してはもうスルーするみたいなあともう一個その後半の、ね、効果が出るまでタイムラグがあるから難しいっていうのも本当によく分かんなくて基本的に政策って別に打った瞬間に翌日よくなりますみたいなことってそんななくてですね、うん、経済っても波及していくわけですから、うん、やっぱその。 までで行き渡るるっっっててどんな政策やったって時間かかるわけすだから別にその消費減税は効果が出るまで時間かかるからダメだっていうけど、うん、じゃあ逆に対案としてすぐ効果が出る政策があんならやれよって話ですし <laughs> おっしゃる通りですね、うんうん、逆に効果が出るって分かってるんだったら多少タイムラグがあったって、うん、そんなの国民は耐えるに決まってるわけじゃないですか。 だ結局なんかその発言を一個一個見てるとやりたくないから言い訳してるようにしか見えないですよね。うん、いやだって例えばその「消費減税します」と「値札は買えるの大変だけど頑張ってください」って言われやそれは頑張りますよ国民は。そうでですよね安くなるわけだから結局やりたくないからなんか適当に目につく理由を並べてるだけにしか見えなくて。うん、これだからあの いいよいよね来月、はい、この定額減税みたいなものがあった時に思惑通りに、うん、おっ名見たら増えてるぞと <laughs> よし,あのし、ね、臨時の週に入ったぞと言って、はい、これまあ 動くかどうかそうですね,ねえというところになるのかでしょうけれどもさあそれ、えー、含めてということになりますがさあこちらのお話はどうでしょうかさあ実質賃金2023年度は2.2%減です物価高いで2年連続のマイナスです日経新聞によりますと厚生労働省が発表いたしました2023年度の毎月勤労統計調査で物価変動を考慮した一人当たりの賃金である 実質賃金前の年度から2.2%減って24ヶ月連続でマイナスを記録したことが分かりました、はい、これは先ほど言いましたリーマン・ショック時の記録を超えて比較可能な1991年以降で過去最長となったということなんですね、うん、企業の賃上げで名目にあたる現金給与総額は増えたものの物価上昇の勢いに追いつかず賃金が目減りしたという形になりました さあ岸田総理が掲げる年内に物価高を上回る所得の上昇というのが実現するのかということなんですがさあ先ほどの話にも関連してきますが森永さん、えー、こちらの数字もかんばしくないわけですよねそうですね、こっちは先ほど消費の方は1年間4四半期連続でマイナスだってお話をしましたがその消費の原資となる賃金の方は、うん。 もはや実質ベースだと2年連続でマイナスだと。それは節約するわなっていうことで、うん、まあ、この賃金と消費のデータがリンクしていくわけなんですけれども、まあ、やはり非常に今は厳しい、せっかくその30年ぶりとなる賃上げが行われたにもかかわらず、うん、まあ、タイミング悪くというか、うん、物価高が重なってしまって、うん、まあ本来だったらその景気が良くなるようなニュースなのに、うん 打ち消されるどころかマイナスまで引っ張られちゃっ,たっていう状況ですよねなかなかこれって収まる気配はないわけですよ。うん、物価がここからすぐに下がるとは誰も思ってないわけで。ただここはでも仕方ないというかねもうしばらく粘り強く企業に賃上げをしてもらうしかないしその賃上げ分で足りないんだったら。 政府はその減税なり給付なりっていうところで支え続けないといけないと思いますよね何もしなないいっていうのは論外なわけで、うんうん、だからその岸田さんがおっしゃる年内に物価高を上回る所得の上昇というのが、まあ、年内っつってもあと半年なんですけれども、ね、じゃ何ができるのかなんですよね今おっしゃっていただいたように。うん そうですね、うん、だからここって2パターンあって、実質賃金がプラスになるパターンは、うん、まず1つのパターンは物価が下がることなんですよ。うん、でも物価が下がることって、なかなか政府にはコントロールしづらいじゃないですか。ってなると逆にもう1個のパターンは賃金を上げるしかないんですね。はいはい、ねでも賃金を上げるのって、これ企業の仕事であって、政府は何もできないんですよ。ってなると じゃ賃金を上げる代わりに物価を上回る経済力の向上って何ができるんですかっていうと、うん、まあさっと思いつくのは3つぐらいで、うん、減税するか、はい、社会保険料引き下げてあげるかあとはそのやるかやらないかさておきながら現金給付っていうのも、まあ、事実上賃上げみたいなもんですからまあその3つ方法があるわけで,、はいうん、で別に3つ全部やってもいいし。うん まあそのうちの一つ選ぶでもいいですしはい、はい、や,やれることはあるんですよ。でやんのって話でやらないわけじゃないですか。でしかも最悪なのがむしろその負担増の政策っていうことをバンバン打ち出してるわけですよね。うんうん、例えばその6月に定額減税があっていうけれども。はい 六月の使用分から電気料金がするき上がるわけじゃないですか。ですんでし、ねね、あの、これでも、例えば、えー、関西電力管内でも四十六点四パーセント、九州電力でも四十三点八パーセント。うん、これはね、おそらく、え、っていう数字が来ると思うんですよ。そよ国としてすごいですよね。だって、その定額減税って一回限り。ですよね。そうなんですよ。 一方で電気がしたいって毎月かかるわけじゃないですかでしです。しかもこれから暑い夏を迎えますしね。そうおっしゃる通りで、うん、そうすると4万程度なんてすぐ相殺されちゃいますし、でしかも日銀が今、金融政策をちょっと変更させていく過程の中で、金利がじわじわ上がってますよね、すでにその長期金利は1%超えるみたいなニュースは報じられた通りで。うんうんうん でこうなってくると何が起きるかっていうと、住宅ローン、例えば変動で組んでる人は、返済負担も高まりますし、これから新たに、例えば固定で住宅ローン組もうかなとか、うんうん、企業で借り入れして投資しようかなって人たちの金利負担も上がるわけなんですよ、ね。そうですよね。うん、だその電気ガス代っていう、その生きていく上で払わないってわけにはいかないものが上がるし、うんうん、金利負担もこれから上がっちゃうし、うん、だどんどんこうマイナスな話がいっぱい出てきてるわけだから、うん 短期的にはまずやっぱりさっき私が言った3つのうちのどれかの選択肢を使って消費を支えなきゃいけないですしそして同時にやっぱ中長期で何をすべきかっていうと、うん、なるべくその外部のインフレに影響を受けない国内経済の形を作るための投資をしないといけないんですよ。うんはあ、例えばどういうことがありますかね例えば今ってエネルギーも食料も日本って輸入にかなり頼っちゃってますね。 別に日本が戦争の当事国じゃなかったとしても、ね、巻き込まれまれすすよよね、うん、そうなんですよ引っ張られちゃうわけですよね。もし国内で、まあ、完全にっていうのは無理かもしれないですけども、うん、かなりの比率を自給できていればそ、ね、別に外の値段が上がっても関係ないっちゃ関係ないわけですよね。よねだからそのやっぱ岸田総理がリーダーとしてやるべきことは、うん、短期的にはこういう策で皆さんの消費を支えますと。うんうん ただそれは短期的な話であって中長期的にはその外部環境になるべく左右されない経済環境を作るための投資を進めていきますというようなビジョンをバンと見せてあげるそうすることでやっぱ国民は安心するわけじゃないですか。でも今やってるのって何かっていうとそういうでかいビジョンを見せるわけじゃなくて。 給与明細に枠作ってみたいな <laughs> い<や>。<laughs> 本当そうです。<laughs> い,<や>いいから。いやいや。雪の先みたいなね,ね<え>ところで<う>手先のまあで,、ね、でも確かにおっしゃるように六月にねその定額減税があるって言っても今これだけ目先で電気代きっと上がりますよとか、はい、え,えずっと実質賃金としてはマイナスですよっていうデータ見てると、うん、なんかそれすらね。うん どれぐらいのプラスになるんだろうって今の段階ではまだ思っちゃうし、うんうん、おっしゃるように何、うん、だろうじゃあこの後あと入ってくるだろうからお金使おうかっていうマインドにね消費マインドでなかなか火がつかない感じは現状ありますね今お話聞いてるとね。うん、そうななんんでですすよだから本当にタイミングが悪すぎてて、ね、月にや減税をかけて <laughs>、うん で6月使用分からエネルギーガス代の補助金切ったのかっていういや本当にそうですね,ねもうプラマイゼロじゃんって話なんですそれ狙ってるんちゃう<ー>みたいな感じに思います、ね、あのそれで言うと社会保険料というのがですね大きなまたテーマになってきそうでこちらでございます金融所得で社会保険料増加の政府検討に波紋です総理の投資方針の促進方針との整合性は 政府自民党は医療・介護保険の保険料算定に株の配当などの金融所得を反映させるため検討を本格化させています厚生労働省の幹部は14日の参議院の財政金融委員会で NISA 口座内の所得を対象とすることは考えていないと説明しましたが新たな負担増や岸田総理が投資促進を抱えていることの整合性を懸念する声がありまして調整が難航すると見られている ですが向川さんにそのあたりももうう度整理してもらいましてらまょうか現在の国民健康保険や後期高齢者医療制度というのは、うん、株式の配当などを確定申告すれば、うん、金融所得を含めた所得をもとに保険料が算定されまして、うんうん、金融所得が増えれば保険料負担も増えるとということになります一方確定申告をせずに源泉徴収のみの場合は保険料の算定に反映されませんので同じ所得でも保険料に差が生じるます。 金融所得の反映にはこうした不公平感を解消して支払い能力に応じた負担を実現する狙いがあるということなんですね。うん、という一連の流れなんですが森永さんこれはどうう捉えれればいいいですすかこはは反発は相当出るだろうなと思いますね基本的にはその所得税みたいな発想で、うん、いやも持ってる人に多く払ってもらいましょうっていう話ではあるんですよね。うんはい まあなのでその財源うんぬんとかっていうよりは格差是正的な文脈から入れていけばまあまだいいんでしょうけど今回ちょっと財源的な話も多分出てくるんだろうと思うんですよ。でこれもタイミングがなかなか悪くって岸田さんはやっぱもともと就任した時は令和の所得倍増計画とかって言ってましたけどもまあやっぱそれがある時から急に変わっちゃって。 資産所得倍増計画みたたいなな話になったんでまあそんな中で新任者が始まって、うん、最近ちょっと調子悪いっていうか頭打っちゃってますけども、うん、年明けから日本株すごい調子良かったわけじゃないですか結構なんか投資いいねみたいな雰囲気が、うん、日本国内にも出てきた中で、うん、まあこういう話をしちゃうとなんか結局何をさせたいのっていう国民の立場からすると。うんうん なんか投資しましょうとかって言ってきながら、うん、投資して儲けたら税金取らせていただきますみたいなうんそうですね。<laughs> なんかどど,どっち行っても取るんかいっていう話になってきちゃうんでこの負担増の話しか出てこないっていうのは非常にこう景気にとっては、うん。 よ、ね、よろしくないんですよね森永さんがさっきおっしゃっていただいた3つの減税と社会保険料の減免みたいなところと、うんまあ、現金給付っていうところでいうと、はいまあ、減税っていうところは微妙になんですけど、うん、なんか社会保険料そ措置増えちゃうんだ意味ないなっていうところはありますけれどもさらにもう1つこちらのお話も伺っていきたいんですがさあ岸田総理が移民政策を取る考えはないと入管法改正をめぐり見解を示しました。 技能実習に代わる外国人材受け入れ制度育成就労の創設を柱とする入管難民法などの改正案21日の衆議院本会議で自民公明日本維新の会国民民主各党などの賛成多数で可決されましたこの入管法改正案の議論に関連しまして岸田総理は24日の参議院の本会議で政府として国民の人口に比して一定程度規模の外国人やその家族を期限を設けることなく 受け入れることで国家を維持するいわゆる移民政策をとる考えはないと強調しました、はい、さあこの移民に関する関心高まり見せていますがこの辺りの課題というところも森永さん整理していただきたいと思いますが森永さん改めて今回の入管難民法含めてですけどもいかがでしょうか、うん、まずこの移民政策ではないっていう表現をしてるんですけども、うん、まあこれは僕からすると一種の言葉遊びな気がしていてその移民政策 ですよと、うん、でも事実上移民政策になってんじゃんみたいなことに結局なるんじゃないかなという懸念がまずありますよね。うん、もう本当にただの言葉遊びでしかないいっていう、うんうん、で結局そのなんか人材育成とかですねいろいろそれっぽいことを言うんですけれども、うん、結局やりたいことって人手不足ですねと。うん、人手不足なんだけど なんか高い賃金払ってまで人を集めたくないですねと。という、ねうんうん、まあそういう中でじゃあ安い労働力を外から連れてきましょうって発想じゃないですか。でその代わりに安い労働力で働けるけど、うん、まあその、まあ、対価って言ったらちょっと変かもしれませんがうん、うん、日本で暮らせますとか。うんはい まこれって別に移民政策だって言わないければ移民政策じゃないのかっていう話でそうですね <laughs> いや旗から見たらそれ移民政策だろうっていうじゃあ何が違うんですかって言った時に実質のところは変わってないわけですよね言葉として使ってませんっていうだけの話ですよね、うん、ですし例えばその岸田さんのこの発言をそのまま見るとですね、うん、政府として国民の人口何割までを例えば 外国人にするみたいな,な、うん、そういうのを決めるのが移民政策であってあなるほどそういうのは今回別に設けてないんだから移民政策じゃないっていう発想なんでしょうけど、うんうん、これ考え方次第によってはむしろやばいじゃんって話で要はここまでの比率を外国人にしますっていう定めをつけてないから移民政策じゃないっていうけど逆に言うとそこ上限もないから。うんうん ね、極端な話すればですよ実際そうなるかどうかさておきながらいやあなたが言葉遊びするんだったらこっちだってそういう言葉の捉え方次第じゃもっとひどく受け取れますけどいいんですかっていう話に、はい、なりますもんね。ううまあ、このあたりその人手不足をどう解消していくのかっていうところもあるんでしょうけれども自国でできることも含めてということになるんですがでは続いてはこちらでございます。 さあ静岡県知事選挙立憲民主党推薦の鈴木康臣氏が初当選一方東京都知事選挙立憲民主党の蓮舫氏が立候補というニュースでございます。 26日に投票を行われました静岡県知事選挙立憲民主党国民民主党などから推薦支援を受けました鈴木康友氏が自民党推薦で元静岡県副知事の大村新一氏との大接戦を制して初めての当選を決めました一方7月7日投開票の東京都知事選挙立憲民主党の蓮舫参議院議員が東京都知事選挙への立候補を表明いたしました 東京地盤といたしまして知名度の高い蓮舫氏、これまで常に東京都知事選候補と取り沙汰されながら現実はしておりませんでしたけれども現在2期目の小池百合子氏も近く立候補を表明するとみられていましてさあ大臣経験者同士が争う選挙戦となりそうですがさまずは森永さん、静岡なんですけどもこちらも接戦ででしたねね、うん、そうす開票速報なんか見てると。 かなり地域差があるなっていう印象を受けましたね。といやまあ今回そのこの静岡県知事もそうですし、うん、まあ,あとはその東京のですね、はい、目黒区の補選とか、うん、まあ,あとはそのこの間の補選ですね、はい、まあそういうもろもろ見てるとよく言われるのがこうやっぱ地味に逆風が吹いてると。 っていう話になっているんで、もともと先ほどの定額減税とこで触れましたが、うん、あ6月ぐらいに選挙あるんじゃないのみたいな話が、もともとありましたけれども、おそらくこれを受けて、うんまあ、直近やるってことはもうないのかなとな、ね、そうでしょうね、この状況では、ねはいで昨ね。で、昨日ですよね、えー、蓮舫さんが東京都知事選挙立候補ということで。はい このあたりの動きはどんなふうに森山さん、なってますかそうですね、まあ、僕も今、東京都に住んでるんで、都民として、うん、なんか正直なところなんだかなっていう <laughs> 感じはあるかなっていう。<laughs> <の>で、今回、無所属で立候補って言ってるんですけど、ねはいはい、ただ、その話を、まあ、まだその全部はね、そんなちゃんと喋ってないですけど、うんうんうん パッと見ている報じられている内容を見ていると反自民党政治だとか非小池党政だとかって言ってるわけで無所属で出るって言ってる割にはいきなり反自民だとかめちゃくちゃ党派性のあること言っちゃってますし反自民、非小池と自治民とか言ってますけどもちろんそういうふうに言うだろうなと思うし。 まあわかっちゃいるんですけど、まああえて正論ぶつけさせてもらうと、はい、やっぱ僕都民だから思うんですけど、うんうん、じゃあその都知事になった時に、と、うん、東京どうしていきたいんですかっていう、やっぱ本当にちゃんと狙ってんだったらそれが最初に来ないとおかしいんですよ。ああなるほどね。うん、それが一番聞きたいことですよね。<laughs> でそこがやっぱ反自民だとか非公認けだみたいなこう積極的な話しかしてこないんで。 これってまあうがった見方をすれば本当に勝つ気もないし、うん、別に都庁なんかそのや何かやりたいこともあるわけじゃなくて、うん、まあむしろその衆院とかの、ね、解散とかを選挙を考えた時に、うん、まあそういうところで、まあ、ちょっとこう一回ここで注目浴びとくかみたいな,あなるほどちょっとこう戦略的な話をちょっと 感じるることはあるわけですよ発言から東京都をこうしたいみたいなのないわけだから、うんはい、そうするとまあやっぱ一有権者としてはすぐ冷めるというか。うんうん 結局なんか別に東京都どうしたいとかそういう話ではなくてある意味マーケティングとかブランディングなんじゃないのってそれこそ15兆円の,、ねはい、あの予算の規模があってむし、うん、ろその小池さんがここまで7つのゼロで何もやってこなかったゼロだった。うんうん でもで、ねでね、東京都は粛々と毎日動いてる、はい,いてるわけですもんね。えー、なんだろう、その都民の皆さん、じゃあ何してほしいっていうと、うまあもちろん東京もいろんな方住んでますから、森永さん、はいうんで、あるんでしょうけど、東京都はど,どうというふうに見てればいいんでしょうね、うですね我々われ、府県の人から見ると。だから逆に言うと、東京って本当にいろんなところから人が来てるところなので。 なんかもうみんな今のまま現状維持のままでいいって思っている人かなりいるんじゃないかと思うわ <laughs>、ね、そんなですかい。まあ要はその政権交代の考え方と一緒で何かを変えたい現状が嫌だみたいな話はそれぞれみんな持ってるんだろうけどもあえてそこでギャンブルした時により悪化するリスクも取るわけじゃないですか。だったら不透明感をなるべくなくすために。 今がいいかどうかさておきながらも現状維持で外部環境変わらないっていうのを確定させた上で個人がどうするかみたいなの例えばねほら僕らも俺伝わってるところでは東京都内ってもうねもうマンションとかもう爆上がりしてて普通のサラリーマン買えないよみたいな状況なんですけどもここれはそういやか逆に言うと今東京一極集中が問題だって言われてますけど。 それの解消手段がむしろそこになる気がしていて、もう住めないから、買えないからって言って、みんながちょっと均衡に抜け出るんじゃないかなっていうことは少し僕は思ってますね。実際僕も都内で物件見てるとこんな狭いのに1億何千万するのみたいな、結構いっぱいあるんですよ。らしいですね。しかもここで金利が徐々に上がっているって考えると。 まあ少し前みたいな夫婦でペアローンパツパツで組むみたいなのもなかなか厳しくなってくるでしょうし。ああそれでも厳しいやなあ、うんうん、そういう意味ではちょっと変わるかもしれないですよね <laughs> その東京一局集中を。 東京ってほんと特別ですよね他のんだろう,う、ね、他府県に比べて独特のなんかり勝ち感みたいなのがありますもん、ね、でも住めないから地方に行くっていうのもなんか <laughs> ちょっとそれもどうかなって理由としてね <laughs>、えー、とは思うんですけど、ね、あのおそらく都民としてみてなかなかこう選択肢をどうするべきかっていうのは、うん、あのじゃあ森永さん悩むところであるわけですかこのあとどんな人が出てくるかにもよりますけれども。 まあでもやっぱある程度の大物はもう今先名前が出てきてしまってまあそのあ後またちょっとポツポツは出てくるけれど多分小池さんとか蓮舫さんクラスは出てこないと思うのでそうでしょうね。そうすると事実上もう今見えてる範囲の中で。 まあ選ぶしかないですね。<laughs> さあ東京都の皆さんはどんな判断をするのかということでございますけれども,で,もではまた来月はいろいろ情勢見えてるでしょうかね森高さん引き続きお願いしますありがとうございましたありがとうございました取れたてピックアップニュース こだわりの朝トレニュースをご紹介。まずはこちらの話題です。読売新聞によりますと、立憲民主党の蓮舫参院議員は27日東京都知事選に無所属で立候補すると表明しました。はい、立憲民主党や共産党が支援するということです。うん、現職の小池百合子知事も参戦を目指して出馬する意向で、両者の対決を軸に選挙戦が展開される見通しです。あの前の前の東京都知事選挙の時からですね、はい、蓮舫さんという声がずっと、うん。 上がってたんですけれども、ねはい、さあいよいよここに来てと、と、まあ、おそらく3つの補選と静岡県知事選挙、はい、立憲民主党の勢いありますからね、まあ、もちろん無所属でということではあるんですけれども、ここに来て東京都知事選、どうなるんでしょうか、はい、このあと、えー、森永さんにもお話を伺っていいいきたいと思います、はい、続いては国際情勢の話題です。<noise> 日本経済新聞によりますと北朝鮮の朝鮮中央通信は28日未明国家航空宇宙技術総局が27日に軍事偵察衛星を打ち上げ失敗したと報じました。 一段階飛行中に空中爆発したということで新しく開発したエンジンに事故の原因があると説明しましたまき、あ、昨日の夜,中夜ですよね,すねあの一方あってびっくりした方も多かったと思いますけれども、はい、日中、韓の首脳会談を行われている中でというところですよね、うんはい、今日あたりまた議題に上がってくるんでしょうか、ね。かもしれません、はい 続いてはこちらです時事通信によりますと日中韓3カ国は27日の首脳会談で自由貿易協定の交渉再開に向けた議論を加速することで合意しました。 2013年に始まった交渉は関係悪化により19年後最後に膠着状態にしかしアメリカとの対立激化などで経済が停滞する中国と自由貿易を推進したい日本との思惑が一致し議論が前進しましまた、はい、ここにきて少しその辺りが議論進んできたということなんですが、はい、特に今中国非常に経済厳しい状況ですからす、ね、日本と韓国に何とか頼りたいというところで前のめりだというところあるんですけれども、はい、それこそこの辺り安全保障の問題含めて経済はね,ねあります 続いてはこちらの話題です中日スポーツによりますと将棋の藤井聡太八冠は豊島将之九段が挑戦した 第82期名人戦7番勝負第5局が26日27日に北海道紋別市のホテルオホーツクパレスで行われ、うんはい、先手の藤井名人が99手で、えー、豊島九段を破り、はい、4勝1敗で初防衛に成功しましたこれでタイトル戦22連勝と,いうことです,すごい,です、ねすごいね、ずっとタイトル保持してるんですよ、はい、でもいよいよ次の英王戦がですね角番迎えてるということなんで、はい、実はここの国のここ 一局がどうなるか<ー>っていうところはあるんでしょうけど。 守り続けてることが本当にすごいなと思いますけどね。メンタル強いですよねやっぱりね。いはいえ。続いてはエンタメの話題です。うん、スポーツ日本によりますと、歌舞伎俳優の尾上菊五郎さん、菊之助さん、うん、牛之助さんが27日都内で会見し、菊之助さんが来年5月に8代目尾上菊五郎を、はい、牛之助さんが6代目菊之助を襲名することを発表しました。うん、現在の菊之助さんの父で当代の7代目菊五郎 さんはそのまま菊五郎を名乗り、はい、同じ大名跡の役者が同時期に2人存在するという、うん、え歌舞伎400年の歴史で史上初となる異例の2人体制となりそうですですからもしかしたら看板には尾上菊五郎尾上菊五郎,菊五郎そう並ぶことになりますよね本当に <laughs> あのすごいことですよね、はい、7代8代がまあでも400年の歴史の中にはこんなこともあるのかな、ね、ということなんでしょうけれどもね。はい、はいうん 最後はスポーツの話題です。スポーツ報知によりますと、日本時間27日、ドジャースの山本由伸投手が敵地でのレッズ戦に先発、うん、5回を投げて6安打4失点、初脱三振、2>, うんえー、2四球で降板、はいうん、試合は1対4で敗れ、3月21日のデビュー戦以来、10試合ぶりの2敗目を喫しました、はい、ドジャースは今季初の同一カード3連敗で、うん、2019年以来、5年ぶりの5連敗となりました。ま 大谷選手の状態もちょっと心配なんですけれども、ねでね、でドジャース5連敗でどうなのかなと思ったら。はい